令和3年、7月28日、乗鞍満喫です。今週はですね、台風のですね、影響もありまして、ずっと雨が降っておりました。今日の午前中もですね、かなり激しい雨が降ってたんですが、今午後なんですけども、ちょっと晴れ間が、出ましたので、ちょっと仕事の合間にですね、ちょこっと気晴らしに撮影しに来ました。今日はですね、乗鞍岳も今は見えています。雨上がりの乗鞍岳ですね。乗鞍高原も雨上がりの状態を撮影してます。あとですね、最近ですね、熊が結構、ツキノワグマが出てまして、昨日も出たというインフォメーションがありました。これは6月のですね。特にですね、今、アザミ池周辺に、ツキノワグマが出てるという情報が入っていますので、この先にですね、別の動画でも撮りましたけども、アザミ池があります。その周辺にですね、どうも、クマが出没するということですので、皆さん注意してください。第一駐車場からですね、見える風景はですね、今日はこのようになってます。まあ平日ですからね、今日は車もありません。非常にこう雨上がりの風景となっております。今一ノ瀬駅のですね、第二駐車場と言われているザボ湾の方に来ております。動画でも分かると思うんですけどもね、ちょっとこういうふうにですね、ちょっとなんか、今、台がですね、組み上がっております。これ何なのか私もちょっとよく分からないんですが、もし分かりましたらですね、またお知らせしたいと思います。そうですね、一辺が15メーター前後か20メーターでしょうか。四角いですね、正方形のなんか舞台になっております。あ、わらびも出ちゃってますね。あ、わらびだね。一体これが何なのか、ちょっと私も地元で言いながらわからないので、まあ多分あの方に聞けばわかると思うので、ちょっとわかり次第、またお知らせします。ではこれからですね、土壌池の方の駐車場に行ってみたいと思います。今日はですね、ちょっと時間もないということで、マウンテンバイクでですね、来ております。ちょっと乗鞍満喫もちょっと仕事でですね、忙しくなってまして、頭を休めるためにも今撮影しに来ております。気晴らしに来てます。もし仮に、私に仕事をくださってるお客さんが見ていましたら、ごめんなさい、すいません、ちょっと少し頭を休ませます。来週はちょっと仕事の第1回目のピークになりそうですので、今のうちちょっと体を動かしたいと思ってきてます。いや、なんか晴れ間を見るの久々な感じがしますね。ああ、やっぱ自然はいいですね。もうパソコンばっかし見るとなんかこう目も疲れますし、ご覧になれますかね。このように雲がですね、入道雲。私はですね、乗鞍高原に来て本当にこの雲がですね、素晴らしいなと思ってですね、感銘したことがあります、何度も。本当手に取って食べれる綿菓子じゃないかなと思うぐらい、素晴らしいです。
雨上がりの乗鞍高原ですね。いつも、前撮ってた骨髄炎のところです。ちょっと逆光になってしまうんですが、乗鞍岳も見えております。で、こちらが土壌池方面ですね。夏の乗鞍高原一ノ瀬です。午後の風景を撮っております。もう少しで4時になるかなという時刻ですね。今日は一ノ瀬のですね、風景を撮影しました。ではまた、乗鞍満喫でした。